よし、6を信じる俺は。決めた。3も大概すぎるから、俺は6を信じることにした。信じる人狼とやらをやってみるわ。あなたの役職は騎士です。きっちゃんか。夜が更けました。昨夜は誰も死にません。8だけは人外って形になってもいいから。8人ターンに入ります。8番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。1日目の1周目ですね。特に主要とはありません。まあ一番初手の位置なんで女子高開示はします。占い師に関しては、まあ、場面を作っていくって上で、指示出ししてください。霊能者の動き方、騎士の動き方等は、伝えてほしいかなというふうには思います。で、プラスアルファで、まあ、自分が黒と見る要素、白と見る要素なんですけども、白と見る要素の方が結構僕強めになっちゃってて、僕の場合だと、まあ、もちろんその思考を持って発言をする、で黒を見つけていくっていうのはもちろんそうなんですけど、この人の白要素もあったっていうところは、まあ、バンバン出してもらいたいなっていうふうに思います。理由があって、まあ、人狼ってその白塗りをしていくとどんどん自分の位置が辛くなっていくっていうのももちろんあるし、そういったところの発言もちゃんと拾えてるんだなってところは、まあ、少なからず村要素にもなってくるかなと思うんで、もちろんのことながら黒要素っていうのもちゃんと拾っていく。あとは LINE は結構作ってほしいかなっていうふうに思いますね。 LINE 提示をしてほしいって意味で、LINE 提示は結構大事にしてます。9番のプレイヤーが発言します。はい、占い師8番さん、しろ8番さん、しろ把握よろしくお願いしますね。まあ自分はあんまり役に関してこうしてほしい、こうしてほしいとかあんま言わない派なんですが、8番がしろって言ったんで僕はしようかなと思いますね。まあ霊能に関しては、まあ1日目は必ず出てほしいなと思ってて、8番の2周目の発言までに出てほしいなと思ってるから、カリドに関してはクレーズメの盤面だったら出てきてほしいなと思ってますね。なんか人狼ゲームは臆せず発言することが大事だと思ってるんで、臆せずに発言していきましょう。なんか自分はその結果、例えば、なんて言うんだろう。2番の位置で9番偽だっていう、のはわかるが、なんかそこまでの思考過程が僕は大切だと思ってるから、その思考過程で僕は偽だと思われても、知る要素を拾うことができるかもしれないから、臆せず発言してほしいなって思ってます。はい。1番さんどうぞ、終わります。1番のプレイヤーが発言します。まあ、あれなんか8番に思うことあったんだけど、白って出た瞬間に正直突っ込んでも仕方がないなと思って忘れちゃったな。なんだっけな、マジで忘れたわ。なんだっけか。あ、 LINE ってどういうこと？ LINE ってな、俺が例えばじゃあ どういうこと？なんか8番さん白いと思いますって言ったら、それ何、村の LINE ってことなの？村の LINE って、その村人って誰が村人かわからないから LINE って成立しないけど、狼は相方が分かっているから LINE が成立するわけで、 LINE って多分そういうものだと思ってるんだけど、ちょっと解釈が俺と違う気がして、どういうことなんだろうなと思いましたって感じです。以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。まあ、確かにまあ白い位置を上げてくださいっていうことと、まあ LINE を作ってほしいと8番さんは言っていたんですが、 LINE が作れるのは人外というか、まあ人狼だけになるんで、基本ね、まあそこをに言及してた1番さんが印象いいのかなと思いました。まあ木場さんわからないですけど、まあ8に白打ってることから、グループやってるのか、こんな強人の感想あるのか、こちらは占いはになんか指示出してほしいって言ったんで、潜伏ぐらいの感想はなさそうだったんで、まあ LINE 教えてってこと。まあ僕はそうですね、ハーコモリは黒く見るんで、知らないね。じゃあちょっとこそっとチャットで頑張ります。3番のプレイヤーが発言します。ああ、お願いします。 CO はないです。まあ9番に関しては対抗出たら精査しようかなって思ってるぐらい、特に2要素は拾えてなくて、まあ1番さんの指摘も別に納得っちゃ納得だけど、
なんだろう、それが8のおかしな要素に足りるかなって言ったら、まあ分からんって感じなんで、まあ1番さんが狼だった時に、あ、1番さん狼、9番さんの白が見えてる状況で、あんまりそんなことはしないのかなと思うから、9、白、1、黒って構図はあんまりないのかなって思いましたけどね。1目線9の新占いの可能性が、なんかあんま8殴りたくないかなと思って、殴る必要ないところかなと思ったんで、1番から8番への指摘は。2番に関して、把握漏れは黒く見ると言ったけど、把握漏れじゃ俺は黒く見ない方の思考かなと思ってます。そこは思考の違いだけど、どちらかというと、なんていうか、盤面破綻の出現とか、そういうのは、これか、違ったの知っちゃうかなって思うから、そんぐらいですかね。はい、まあ、2周目頑張ります。4番のプレイヤーが発言します。お願いします。村人陣の4番です。そうですね。9番さんに関しての印象、まあ、特にいいと思った要素も、黒いと思ったところもなく、違和感はないっていう感じでした、ね。で、8番さんに関しては、僕8番さんの言ったことって、まあ、それぞれ村の人が LINE どういう風に見えるか言ってっていう風なことを言ったんじゃないですかねって思ってて、だから普通に、別にそこには違和感がなかったから、まあ、1番さんは8番さんの解釈っていうか、なんか若干間違っているかなっていうふうに思いましたかね。っていう感じ。おいおい、だから2番さん、3番さん、まあ、2番さんに関しては1番さんを白っぽいと思って言ってたから、それに関しては早すぎるなって思ったし、まあ、3番さんのその91、老老がないみたいな理論に関しては、若干分かんなかったんだけど、だからっていう感じです。以上。5番のプレイヤーが発言します。レッド8番さんはなんか LINE 精査僕はしますよみたいなこと言ってんのかなとは思ってたんですけど、初手の人はあんまりおかしなこと言わない限り俺聞き流してるから、まあ、そこはどうでもいいかなとは思うんですけど、3番と2番を単体同士で疑ってて、まあ、3番疑ってる理由は今4番が言った通りかな。1番が8番疑って9番真の時に占われちゃうから白いみたいなロジックが浅すぎてどうしようもない意見だなって思っちゃいましたね。あと2番さんは、9番が8番に白出ししてるんで、9番さんは共鳴があるんですねって言ったんだけど、俺9番が偽の時は狼目の方が高く見えるんじゃないって思ってるから、8番に白出しするのがなんで9番が虚っぽくなる要素になるのと思ってるから、2番と3番を単体で疑ってます。他の人は普通だと思ってます。6番のプレイヤーが発言します。はい、占い師使用します。8番さんに白、8番さんに白ハートお願いします。ちょっと8で白が被ってるんで、8のまあ単体の、まあすぐだけどね、9がすぐ出たけど、8の意見聞いて白を見る要素を拾うっていう話で、強人ならやりやすいなって話を、いうふうに8の意見で考えていて、すぐに9が出たんで、ちょっとここについては何とも言えないですけども、ただグレーがね、グレーどこが黒いかって言ったら3についてはっきり食うと言えないけど、3、4、5、あ、違うな、4、5な、特にな、単体精査していくんやろうなと思います。まあ、初手が単体精査大事だと思いますけど、まあ、1の叩きはまあ、真っ当だったと思ってるんで、で、どこが来るかってはっきり言えないけど、色落ちがないのはどうなのねにとかも、便乗位置にはなってたかなと思うし、はい、霊能出てください。霊能は絶対出てください。以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、霊能です。霊能。まあ基本2周目の発言聞いて決めるところを決めたいか、乱指定はしようかなと思ってるぐらいですかね。はい。かな。まあ現状、2、3が怪しまれてる状況かなら2番、3番どっちか乱指定してもしようかなぐらいしか考えてあんまりなかったかなって感じです。現状ついたくないのが1番、5番かな。5番かなと思ってて。5番は釣らないかな、今日は。てか、釣れない位置じゃないって思ってたから。5番は釣らない位置です。で、まあ、村視点で2、3が生まれてるんだったら2、3ランでもいいかなとかしかあんま考えてなかったっすね。はい。8番さん、隠しろ、おめでとう。はい、以上。8番のプレイヤーが発言します。はい。ちょっと特にないですね。はい、はい、はい。
ねえ、この一番考察がね、伸びない人間が隠しろと。はいはい。まあ、一応、強靭もあるんだけどっていうところで、皆さんの考察は落ちてくんでしょうが、まあ、そうですね、色が見えないって、まあ、正直、1番さんかわいそうなんだけど、僕が、あの変な発言して、9番さんが占い師で白の時点で、1番さんの考察って確かに伸びないなと思うから、2周目の発言は聞くけども、色が見えないって意味では、やっぱり、例えば5番さんとか3番さんとかに比べると、釣り位置にはなっちゃうんじゃないかなと。まあ、でも、かわいそうだけど、これは。うん、だから2週目の発言は一番結構期待して回すっていうところですね。で、一応僕が言いたかったのはその LINE 提示をしてほしいっていう意味だったんですよね。あの、この人起点でローって考えて、この人の発言がローっぽいで、この人起点で考えた時にこの人がローなんじゃないかっていうところで落としてってほしいですっていう意味だったんですね。で、考えた時に、5-3のローローはないかなと思っております。まあ、霊能にしようがなくて霊能一角、占い師が2しようだから、まあ、占い師今ところ強靭で考えてはいるんですけど、これは安直かな。いや、なんかチャット打つの忘れちゃったよ。誰かが言ってたんだけどな、9番さん強っていうのはちょっと僕は分かるんですよ。誰かが言ってた。僕があんな発言をしてたからこそ9番さん強で8白を塗るっていうのは、強靭だったらやりやすいのかなっていうふうには思っておりますが、うん。僕、5-3は今日行きたくないなと思ってます。3番さんの発言の、1に対する精査は良かったかなと思ってるから、1、2、4のどこから行きたいなと思ってます。9番のプレイヤーが発言します。はい、2周目よろしくお願いしますね。カリドに関しては出てきてくださいとだけ言っときますね。まあ、1番、3番はついたくない、あ、1番ついたくないなと思っていたが、1番勝てるんだ、マジか。うん、まあ、1番白かなと思ってたんですよ。1番が、なんていうのかな。なんか忘れたけど8番がおかしかったって言わせ自分に触れてくるはずがないと思っていたから狼だったらだから1番ないかなと思ってましたね。これ6番が狼基軸で置いた場合が3番が白くなるなと思ったんですよ。6番の発言で最初に3番高校いや3、4、5は単体でっていうのが6番が狼だった場合が3を殺す議論をしているなと思っていたから6番3番のラインはないかなって思っていたからまあ3からも単体で白い予想を拾っていてなんか3番が1番の9、1は否定、なんか9番が白だった場合1番黒っていうのが自分目線は分かったから3は白いなと思っていたからまあ1と3はついたくないなと思っていて2、4、5の中に2、4、5の中に1人狼いるんじゃないかって思ってましたね。まあまあ気になっまあそうかこれ小規模になってくるのかな、うん、なんて言うんだろう僕はなんか狼が高いのが4番かなって思っててまあなんかこれはすり寄りとなんか自分が感じるだけかもしれないが1番が8番を殴っている構図で4番が1番のそれを間違ってるよっていうのが自分目線は4番のすり寄りにも感じていたからなんかごめん今の要素で言うと狼っぽいのは僕は4番だなと思ってるから4番をついたいかなって思ってる、うん、あんまおかしな要素はなかったが少ない要素で構図するならこれかなと思ってる。はい、2周目聞きますが終わります。1番のプレイヤーが発言します。はい、まあ現状俺はとりあえず占い師は9番の方が真かなと思ってるからまあ7に発言回るまでの間に7番考えときゃいいかなと思ってまあ俺がここでどこを釣りたいっていうのは正直9が真っぽいから9の釣り先に合わせようかなって思ってるぐらいで正直2から5が今から喋るからまあ7が決断すればいいんじゃねえかなと思ってますがまあそうね2-3どうなんだろうね正直1周目の考察まあ2も3も別に2も3も特に何もなしって感じだったからなんかなーって感じですがどうなんだろうね隠し色になってしまった8番にまだまだ違和感がまだあって強靭やんじゃねえかなって思っちゃうレベルなんだけどライン考察するのに6級狼基軸捨てて考察してんのがちょっとよくわかんないなって思ってるからなんでなんだろうと思って3号否定の前にまず6級の狼基軸からライン考察が普通のセオリーだと思ってるからライン考察する考察で6級狼基軸捨ててグレーからの狼軸をまず一本化してんの変だなって思ってしまいましたっていう俺はグレーよりなんか8のことが気になって仕方がないけど8確証だからまあって感じですか。はい、まあ以上です。2番のプレイヤーが発言します。うーんですね、ちょっとあんまりまあ
ょっとあんまり皆さん印象ないんで、まあ僕目線は9がローじゃなかった場合は、この後半に人外が集中してるんで、2周目の発言聞いてからじゃないとどこかっていうのはちょっとなかなか決めづらいんですけど、まあ1周目はまあ5番さんは村っぽいのかなと思ったんで、まあ2、3、団体で怪しいというところで怪しいところを挙げてくれてるんで、まあ、1周目は4番さんがまあ僕的には一番、何のちょっと印象もなかったんで、で、どっかね、8に対してみんな叩いてたりしたんだから、から、まあ、どこ怪しいとか言ってくれたらよかったのになっていうのもあったんで、1周目4番かなと思ったんですけど、じゃあ2、まあ、占い96はちょっとまだわかんないですけど、まあそうね、2やってはそうは不利だよね。まあヒーリングですけど6のが偽かなと、まあでもこれヒーリングなんでね、2周目聞かないとわかんないですけど、まあ多分後半に集中してるんで話聞いて決めますね。とりあえず今んとこ4。3番のプレイヤーが発言します。うん、まあ占いだったら若干9番が引っかかってるところがあって、9番さんでまあ僕のまあ1番狼9番神のせ、まあ神がないっていう考察がいいと思ったんであれば、その考察を与えていった5番さんが印象悪く見えるはずで、245に一人狼見えるっていう発言であるんであれば、5番さんが結構ヒット1上がってくるんじゃないかなと思いましたけどね。普通に2、3どっちかでいいんじゃないかな。で、まあ9番が狼だった時2番は繋がんないかなと思いました。なんか、2番、9番狼で6番シーンに対してフィーリングに似せって言葉は僕は言えないと思ってるんで、まあ9番狼だったら4か5にいるんじゃないかなと思ってます。6番に関してはあんまり正直単体で精査が伸びてなかったので、でもちょっとマイナスポイントがあったのは9番さんかなと思ってて、まあ4番に関しては僕は9一郎の否定ではなく、9番シン1番狼がないって言ったんで話聞いてくれてないなって印象でした。まあこの発言だから2番黒打たれたらやばいね、2番つってもいいんじゃないかなと思ってますけど、まあ5番に関しては浅いって言われちゃったんで、まあ頑張りますって感じですかね。まあだけどその発言がある中で9番っていうのは5番の印象悪くならなかったのかなと思ってるんで、9号とか普通にあるのかなって思ってますけどかな。まあ、8番のその3号を否定もちょっと違和感だったんで、なんか8番が3号ってことは96を新境に置いてるんでしょ。まあ8番の強靭、まああって強靭なんだけど、ワンチャン強靭あんじゃないのこの場面だったからとは思ってるかな。まあ2差しのどっかだよね、2差しのどっかを釣りたい、うん、まあ2番釣っていいんじゃないかなって思ってますこの発言だと。まあ9と繋がれるのは5番かな。2か4の2択でいいんじゃね。3か省いてもいいかな。プレイヤーが発言します。はい、お願いします。現状占い審議だと、2週目で9番さんの言った発言がよくわからなくて、俺って一度でもすり寄りましたかね。俺の1週目言ったことってこれ2番さんにもアンサーなんだけど、8番さんの LINE ページ、8番さんは LINE ページをしてって言ってるから、その1番さんの組み取りが若干違うなっていうことで、9番さんに関しては対抗出てから精査するって言ってるんで、僕があなたにすり寄った要素ってどこかなって思ってるし、そんでなんだっけ、 3?36 に関してはないみたいな発言もしてたっけ。なんかそこに関してもあんまりで3番さん自身がなんか2周目で9番さんの偽を追い出してるから、どうなんだろうって、9が占い心理だったら偽かなって思ってて、で2番さんに関しても4の印象がないからって、俺色付けはしてたつもりなんですけどね、あなたのこと怪しいって言ってたんで、1周目の段階で9が強靭で1が白っぽく置ける理由って何なのって思ってたから、2、3のローラーも飲んでるし、ローラーっていうかツリーチ、俺2、9もあると思ってるんですけどね、フィーリングで6が偽かなっていう根拠が全くなかっただけだから、それって、だから9が偽で今日グレーで行くんだったらに行きたいなっていうふうに思ってます。以上です。5番のプレイヤーが発言します。
はあ、よくわかんねえ。3番のコードってどっちなのかなと思ってて、なんかこれが狼だったらできないって言ったり、こっちが狼だったらこっちとこっちだとかって、全部のパターン述べてるだけだし、言います3、4ともに言ってる。2番が黒打ちされたら大変だって言ってるけど、狼か教授かわからない。6級多分どっちも2番って多分占わないと思うよね。多分この人って釣りでしか勝利しない位置だから、2番に占いが飛ぶと思ってる思考がそもそも理解できないですね。あと多分9番の位置だったら、6番ってあの白角を生成してるから、多分2位がサイクロ位置になるんじゃないって思うんだよね。1周目の段階だったらね。僕は2番さんに、9番さんが強めに見えるって言ってるから、ね、まあ、遠回しに言ったら28のラインがあるんじゃないかっていう提示を、まあ、ほんのり匂わせたわけなんだけど、6番が8に白角を生成する理由があるとしたら、6、2じゃないと成立しないと思うからね。6番が白角を作った意味を考えるんだったら、2番黒が筆頭になるよ。そうだ、俺は2、8の両楼があるんじゃないかっていう疑念を持った発言をしてたから、そのまま2番投票した場合って、とりあえず6番が8のこと白角にしたら、2、8のつながりがないよねっていう印象を5番に持たせることができるから、ねえと思ったんだけど、なんか想像以上に2、3、4がみんなよくわかんないなってなっちゃった。6番9が新っぽいんだけどな、ただ。そうですね、僕、まあ、村としては僕が8に白をかぶせたっていう目線になると思うんで、おそらく2の違和感っていうのはそこの発言したかったのかなとは考えますが、で、8番強靭すごくあると思うんですよね。あると思います。あなたは偽だと思ってます。なんなら僕、8が役で出るのかなってぐらい考えてたけど、結局1が騎士で7が霊能で出てるんで、考えてもうだから一応の懸念として8の強靭は村は追っていってっていう目線の方が今後進みやすいのかなというふうには思ってますね。で、本日の釣り位置としては9が4を釣り行きたいと言ってるところから、釣り行きたいとか4をすごく怪しんでるところから、ライン気も理もあるだろうけど、とりあえず4だけは外したいかなというふうに考えていて、じゃあ 2, つの2は2周目もずっと便乗位置だったからね。だから8が強靭じゃなくてスムラだった場合ってのは2の強靭とかも見えてくる可能性もあるのかなとも思うし、どうだろうね、どこ行こうかな、わかんねえな。3っていうのもね、まあ、まあ発言は伸びるけど、ね、俺のグレースケールとはまあ、近いけど、村としては多分2995、6364ぐらいで見えてくると思うんだけどね、そこのグレースケールがちょっと違ったかなとは思うけど、5の色を持ちも分かんねえわ。7番さんごめん、分かりません。7番のプレイヤーが発言します。2構成2、はい、まあ6番シーンだった場合壊滅的になるんだろうなっていう予想ができてて、そもそも、まあ、8にあんまり触れる必要がないと思ってるんですね、隠しろ。まあ、強靭っぽかさがあったとしても、触れる必要がなく、6番視点で8隠しろ。だから、2、3、4、5に9番、狼軸で考えた場合って、狼がいるから、その思考を伸ばせばいいだけなんですよ。で、8に強靭を置いたり、2に強靭に置いたりしてるところが、めちゃくちゃわけわからないですよ。今日5番は積んなくていいかなと思ってる。やっぱり2、3、4のどこかでどこでもいいかなと思っちゃってるぐらいですね。多分2番村だった場合黒打たれたらめんどくせえなっていう位置が2番かなと思ってるんで、カズキー、まあ、白っぽいですけど2番でもいいかなとも思ってるし、あ、めんどくせえなって思ってるぐらいですね。どうしようかな。とりあえず6番があんまり芯には本当見えてないかな。なんかね、盤面的に8番が偽軸、あ、黒軸で追われてるから、6番がわざわざ8隠しろする必要があるのかなと思って、8のシーン、あ、6のシーンもあるのかなと思ったけど、2周目の発言だったら6番のシーンがあんまり見えないので、2番の狂気も不明だし、まあ、2、3、4のどこかでいいっすよ。好きなとこ入れちゃってください。はい、6番さんシーンだったら頑張ってほしいです。カズキー、はい、!5 番以外でお願いします。はーい、カズキー !2 番で。その疑いにはどんな根拠がある。
とりあえず2でいいかなと思ってて、9が死んだと思っている、7に5円入れて髪が9に刺さっても、まあそれはそれでって感じで6を釣って、はあ、かなというルートで良きだと思うけどね。2釣って9髪入っても8角白だから3、4釣って、誰だ、あ、9も投票してるんだ。まあでもな、だいたい僕釣られそうだったんで、これだけじゃ分かんないよな。まあ正直、この村はちょっと難しすぎたんで、僕が釣られてよかったと思います。もちろん強人じゃないですよ。まあほんと直感ですが、あんま投票で4だと思いますけどね。6、9はちょっと分かんないですけど、まあどっちかで言うと6かな。2周目で4、6。夜が更けました。まあ投票位置によって何かが見えるってないよ。 100% 9が、俺が6の位置で狼でこの審議差ついてるんだったら9が見れるけど、昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。7番のプレイヤーが発言します。はい、西城です。まあ、じゃあ占い守ってねえかなとか考えたりしてるんですけど、違うかな。まあ、4白、2白、4黒、6番視点が4白で、まあ、9番は4番が怪しいって言ったから4番占いのは必須ですね。6番が4番占った理由が不思議かな。9番って4番に行きたいって発言してたから、6視点って4番占い師じゃなくねって思いますけど。はい。まあ、両方占い理由述べてほしいかな。今日は94の欄ですね。94の欄の欄です。はい。6番は4番占いの理由。まあ9番はなんとなくわかるけど、まあ占い理由言ってくださいって感じですかね。はい。以上。8番のプレイヤーが発言します。はい。よろしくお願いします。はい。そうですね。もう7番さん生きててよかったよと思うわけでございまして。まあそうだな、4番さん、僕5番さんやっぱ見えない。で2番さん白だったから、占いどうっていうところを考えたときって5番さんはなんか結構そのやり合ったりもしてるし、5番さんが昨日3番さんに入れた理由っていうのもちょっと聞きたいなとは思いつつも、5番さんってまあ、どっちかというと5の方が村っぽいなと思うけど、3番さんも村っぽいなと思ってるし、ってなったらなんかその消去法で4、6なのかなっていう安直すぎる考え方も提示しちゃったりするけど、ね、こんな考察のみないのに延長しちゃったんだけど、そうだな、9番さん、確かに6番さんが4番さん占った理由って何なんだろうなというところは気になるしけどね。6番さん、2番さん今日視点と僕今日視点で考えてる。分かんないな、延長したところってだよな。でもまあ4番さんの発言もちゃんと聞きつつ、でも4番さんって僕が言いたかったことを一応拾ってくれてた人物でもあったんですよね。唯一あの1周目の1日目の時点でなんか8番さんの言いたいことってこうなんじゃないのって言ったから、まあ、そういったところも考えると4番さんの発言もちゃんと聞いて6級の精査もしたいなってます。9番のプレイヤーが発言します。
はい、4番さん占って黒でした。4番さん占って黒でした。多分俺の思考が理解できてないと思うから多分説明するんだけど、1番2番3番が8番に対して8番あなた間違ってるよって指摘の中で、4番さんが1番4番さんが8番の意図を汲み取って1番が間違ってるんじゃないっていうのが、なんか白崎保護する感じが4目線で遠回しに僕にすり寄ってる形かなって思っていたから、次打ちだったら4番を上げたいなって思ってましたね。多分それが理解できていないのと、3番に言いたいんですが、6番さんが狼基軸だった時に6番が狼でね、3番は345は単体でっていうのが、6番の発言からすぐ3番出るっていうのが、多分3番を殺しに行ってる構図に見えていたから、6番さん3番さんラインが途切れたかなと思ってるから、245で単体精査した場合っていうのが、4番さんが僕にすり寄ってくる形が見えたから僕4番かなって挙げただけですが、それが理解できないんだったら多分もう難しいかなと思ってましたね。まあ、5なんか4が狼だったら5が人外地かなと思いましたけどね、まあ、強人地かなと思いましたけど、5番さんが言ってた28を28だったから、6番さんが8番白打ったことによって62が来いと言っていましたが、その場合って28が見えてるんだったら62だった場合は2番白打ちますよ。なんでなんか2番が比較的怪しまれている位置だった場合は2番白打って2番囲い動きをしないと2番が釣られちゃうから、なんかそれだけで僕が6番2番狼を追わないのがおかしいっていう発言が5番がおかしいと思ってるから、64狼5強人とかなんじゃないかなとは思ってますね。はい、9番行ってください。以上。1番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、正直4と9どっち釣るかはまだ考えようかなと思ってるんですが、4番さんに1個だけ要望があって、9番の偽要素は一切上げなくていいかなと思ってます。もう昨日の段階でみんなに話していた私はすり寄ってません論でいい、ってかそれ以上の更新ないと思うんで、35ロー3995でしか成立しないので、35どっちかの狼要素を上げてほしい、もしくは両方ともでいいけど、正直わかん、まあ、まあ自分からはそれだけですかね。まあどちらにも差し子全てに違和感はあるかなと思っているので、まあ4番さんが適切に、俺はもし村だったら俺だったら上げられると思ってしまうから、393、5、5、9全部成立させられると思ってるので、9番の人外要素なんていうのは別にどうでもいいかなと思ってるから、3と5にフルタイム使っていただきたいですかねくらいです。3 4が村だった時、3と5って両者とも微妙だなと思ってるから、まあ4番が村だったら普通に自分の白アップとかせず3と5の黒要素を上げてもらえればと思います。終わり。3番のプレイヤーが発言します。うん、まあ僕目線9号か4、6なんですけど、めっちゃどっちも見えるんですよね、正直言って。まあまあその9番がその4番を上げた理由は分かりましたけど、その5番を弾いた理由がいまいち分かってなくて、9番が3番を弾いた理由として、3番の9番、9番シーン1番黒の構図がないのがいい考察だと思ったんであれば、その考察は浅いと言っていた5番はどうなるんでしょうかっていうところ、そこで5番が釣り位置から弾、釣り位置というか5番に疑いの目線を向けていないのが9号に見えたんですよ。これは昨日も残していて、6番4番が見えるのに関してはなんかなんだっけ、6番って4番は今日は釣り位置じゃないって言ったけど、その理由が浅すぎたんですね。いや、5もな、なんで6、2でしかない正直わかんないっす。ってなるんだ。2の昨日、5の9番さんになんか今日聞きたかったこのそこなんじゃ、そこじゃなかったんだけどなっていう感じでしたけど。あ、まあ一応投票見てみっか。投票見たら何もわかんねえや。まあ、7グッジョブですよね。一番さんが7グッジョブ以外だ出てるとか言ってるんで、まあ、占いグッジョブなわけねえか。まあ、占い単体だと6番の方が発言は伸びてないけど、9番の方が違和感あるかなと思ってるんで、若干9番行こうかなって思ってるんですけど、まあ迷ってます。はい、まあ4番に関しても別に白くはないと思ってるんで、いや、わかるわかる。5番もなんか6がね、陣内の時4白で3番パターンを述べてる、不効率だなって思うの、5番パターンすら述べられたまくせるけどって思ってるんですけどね。そう、1周目からずっと殴ってきてるけど、6が陣外の時に4相方白って効率悪すぎるなって俺も思う。はい、お願いします。僕目線も9の偽確定ね。でどっちとつながるかっていう話なんだけど、どっち、いやー、3番さんに関しては今の発言に9行くっていう要素が浅いからな。普通に投票で俺に来るっていうこともできるし、なんか5番さんに関してはそのなんていうの、
俺って急にがローだと思って急にローローだと思って釣りに行ってるから2が SG1 にされるとかいう懸念じゃなくて普通に2が黒だと思ってるから2に入れたんですよ。だから5番さんのそもそも俺にとった要素って5を釣りたい俺とりあえずなんか俺の発言理解できてないから急に置いてる、うん、9号なんじゃない9号か9さんなんだけど9が死んでも5今日、うん9が2000でも5、まあ、9の単体でのおかしい要素は一番さんにあげられるあげるなって言われたけど5を釣りたいな俺白先の用語なんてしてないし、うん、5を釣りたい、 いや 8に対する組み取り方を述べただけだからそこはまずおかしいんだよね9って5はもう俺がするよって言っていう発言になるのはね、うん、でその発言が終わって3番っていうのもその9の違和感に指摘できてなかったしどっちなんやろうな。めちゃくちゃむずい。五がね。まあ何喋るか聞いとこう。正直でも一番色見せないようにしてる三のその動きっていうのが気になってるから俺は三九ローローっていうふうに提出します。以上。で五が強人かな。以上。五番のプレイヤーが発言します。まあ初日はね別にどこ知る。六番がなんで四占ったか次第かなっていうのを聞いてからだと思いますかね。まあ、9番は昨日4番に投票しなかったんで94が切れてないと思ったんで4を占うっていう話になると思うんだけど9番ってさあの昨日の発言俺が強人っぽく見えて4番占って4番が黒っていう結果でしょじゃあ2番何と思ってついやね5番微妙って言われてるけど正直なんかまあ俺もそういう位置になると思うけど、なんかみんなわかんないなっていう感じだったと思うんだけどな。俺は今どっちかって言ったら6番の方が真に見えてるよ。64でこんなあからさまっていうか、俺今逆説で6番が4番占うのかなって思ってるから、俺みたいな逆説待ちで6番が4番占った46オオカミが成立しないと思ってるから、ねえ。って思っちゃうけど、わかんないからさ、俺6番的の釣り位置上げなかったじゃん。俺も釣り位置上げなかったの、2番も釣り位置上げなかったのね。釣り位置を上げれないって、俺普通に村館長なんじゃないのって思ってるんだよな。昨日の6番反応見て、あとこの6番の4占い見てね。って思ってるから。うわ、むずこれ !5 を釣りたいな。い聞いてからだな。3、4の精査しても俺は、なんかどっちもどっちだと思っちゃってるから6級の話6番の話聞いて決めますわ。どういう6番のプレイヤーが発言します。そうですね、占い理由としては9が絶対4占いって僕分かってるんで4を占って占いをかぶせるんですよ。で9がライン切りしてくるようだったら9かっ黒になるんでもう勝てるじゃんっていうことで9の占い値は絶対4に飛ぶから俺が被せることが一番大事だと思ったんで4占いですよ。でなんか俺を偽視する人いるけど俺ローで見るんやったらもう俺釣っていいですよ。俺の発言って初週ってちょっと伸びてないけど8が強靭である線を折ったから伸びてないんですよ。ただ2って遺言では村だったけど、まあ、2の強もあるけどとは思うけどなんかわかんねえな、5、6に関しては。8強人やったらちょっときついんで、もう9からいってほしいんですけどね。4か。3、5に強人がないだ、いないよ。3、5はどちらかがローだよね。2か8が強人だから3、5。だから9行って俺明日噛まれるかもしれないけど、占うからな。まあ難しいな。さっき9でいけるってやつだから。ここでライン切りするのか、5がなんかしらんけど急に俺のことを死んだって言い出したからすり寄ってんのか、強人アピールにも聞こえたんだよな。もう縄数ないから、ごめんなさい。ちょっと真としてはね、ちょっと。いやー真には取れないよね。まず6から釣ってくれっていうのは状況的に8強陣で追ってるんだったら成立しないから絶対ダメだし、6
6の視点からは負けにいってる考察になってるから、真だった場合ね、真だった場合負けにいく考察になってるから陣がになっちゃうから、6が真の時はもうねえダメですね。ちょっとまあスキル差があるのかもしれないけど、まあそこは考慮できないから、もう仕方がないから4つります。あー、なんでなんで俺来んの、意味がわかんないでしょ。意味わかるやろ。6用に見れたってこと。もう6番さんこういう人だからしょうがないよ。俺目線6が真だけどさ、いやー9の言ってることおかしくね。白先に触れたから間接的に9のするよりって明らかにおかしいでしょ。負けちゃったね、これは。終わりです。普通にもう三人外生存してるんで。負けです。荷が強靭でない限りね。はい。以上。夜が更けました。人狼に気をつけ、騎士の方は夜の悪。その疑いには。夜が明けました。昨夜は一名の方が亡くなりました。78番のプレイヤーが発言します。うん、三黒三白、なるほど。はい、僕ごめんなさい、全然考察しないのに4の最後の三人外成立って結構自然な感じで言ったなと思って、三人外成立してる。二の白が分かってる。二強は否定してたかなってこと。三、これ、いや、ごめんなさいね。六神さ、四強ないか。分かんない。分かんない、普通に。6行くのか、9行くのかでしょう。いや、なんか一瞬、その最後の4番さんのその発言聞いて、4強9ローもあるのかなってちょっと思っちゃったんですけど、まあ、ちょっと僕の発言はね、強靭にも見られる行為だから、1番さんのちゃんと言う通りに進めようかなと思ってるけど、なんかそこはちょっと気になったかなっていうふうに思いました。素直にいけば別に、4、6、ローローかもしれないから6落として終わりなのかもしれないけど、そこに関して一番さんのちょっとジャッジが気になるかな。うん、こんなね考察してちゃダメだよね、うん、はい、ちょっとでもその発言は気になりました。9番のプレイヤーが発言します。まあ僕がこの6番に負けるって思ってからめちゃくちゃビビりましたね。多分ね、3番とは意見が合わないんだと思う。3番が言ってたのって、じゃあ3番の論が僕目線は分かりましたって発言で、でも5番はその意見が違うよってだけで、僕は5番が黒くならないんですよ。この5番はなんか別にそんな5番単体でおかしな要素はなかったから、1周目ではね。だから5番は、なんかそんなに印象悪くはなかったんですよ。だから、なんか 3と発言が違うから5番が怪しいって発言にならないから、僕は多分3とはそこが違うんかなって思ってました。はい、6番つって終わります。以上。1番のプレイヤーが発言します。まあ状況的には6釣り一択ですが、ですがですよ、まあ状況的には普通は6釣りですよ、 100% ね、普通は。ただ8とか5に問いたいけど、あなたたちは強靭互いにあり得ると思っていますか。5は8に対して、8は5に対して、特に8の盤面精査っていうのは、まあ、不自然極まりないですかね、やっぱり。9、3、ロー、5強だった場合は、もうどっちみち負けなので、9、3、ロー、5強だった場合、5は3を釣るっていうので、絶対ね。5は3を釣るって言って、3番を釣り、紙は俺に刺さって、明日偶数盤面の5番が強靭だった時っていうのは、はいって感じなので、主張は絶対、強靭は3を釣り主張しかありえないから、どう思ってんだろうなと思ってますけど、
基本的には6釣りが安定だが、3級は大いに成立すると思ってる。茶番をしているまであると思ってるから、まあ大いにあると思ってるけど、まあ、正直6と9の若干スキル差なのかもしれない。6が真だった場合ね。まあでもそれはそこまで考慮してゲームってどうしてもできないから、まあ、昨日4まで投票したけど、まあって感じなので基本は6投票でございます。以上。3番のプレイヤーが発言します。うん、まあなんか誰もラン言ってくれないんで、まあ言いますけど6級のランですよね今日って。まあ僕は6番に入れるだけなんですけど、まあそうですね、9番さんには申し訳ねえって感じでしたけど、まあ最後に9、いや正直言って最後の最後まで9番が偽に見えていたんですが、6番が死んで、あ、じゃあ6番が偽で、この発言力の差で9番が死んで6番が偽だった時に9番を釣ったら申し訳ないなという思いで4番に投票しました。まあ合ってたんでよかったです。3級だよなこれ多分。はい、ちょっと待って、5番の発言次第では、まあ、6級ランで入れ替えてもいいけどな。じゃあまあそうっすね。だから俺視点ってどうなんだ。6番狂人4号狼は一応ある。3の後だったら3って言ってたかもな。これあるのかな、分からんけど、まあほぼ64でしょう。狂人1はどうなんだろう、2番で落ちてるか。まあ8と5がいたら、8と5だったら9投票に持ってくんでしょうけど、まあ勝てるんじゃないですか普通にいけば。強人値わかんない。6番強人はないでしょう。6番強人だったら俺に打てんのかな黒。わからんけど。いや、打てんか。まあいいや、わかんねえけど、6番狼、64じゃない普通に。まあじゃあ、はい、誰も言わなかったで、ブレると負けるんで、6級ですね。はい、以上。大丈夫、勝てるでしょ。いや、6級ね、3級にしか見えんわ。はい、昨日も9番が3番何してんのって感じで言い出してる感じが、僕は1番さんの答えにアンサーすると、64狼の3強か93狼の4強しか考えてないですね。まあ今日の3番さんが6級っていう謎の提示をしてるからね。今日のラン提示は63でしかないですね、どう考えても。じゃあ3行こうかな、これ3行こうかな。6番さんは俺はスキル差っていうのもあると思うけど、4番を9番が占うと思ったから4番が占えばいいっていうやり方やめた方がいいっすね。でもなぁ、ね、普通は6だよこんなの。あと昨日ってあの1番さんが占いでグッチョボ来たって言ってないから、ほぼほぼ7番でグッチョボ来てるんで、供給番連れても俺噛まれちゃうなっていうのが男優なのか人外で言ってんのか分かんなかったけど、理にかなってないから基本殺してよ6番。いやー3つ見て、俺は別に無理だと思うけどな、キュッツ釣れないと思うけどな。でこういうこと言っちゃうと6番さんのやる気がなくなっちゃうと思うから、じゃあ俺6番さんの話は一応芯があるかもと思って聞いてあげるから、6番さんね、5番さんがどうせ諦めてるからみたいな、ないかとはしないでね。わかんないけど。8番さんはじゃあもう、俺の狂人があると思うんだったら、狂人ってチャット欄に書いて準備しといたらいいんじゃない？ 3 つった後、1画面が起きるんだから。ご狂人だった場合はのプレイヤーが発言します。3946。って感じですね。6つるしかないのか。まあ、スキル差はあるかもしれませんね。まさに言われてるんで。ですけど、それよりも個人的には盤面的に弱かったかなっていうふうに思いますよ。8に誘っていて、8がああいう動きして。だから、で、まあ3がローですよ。間違いなく。ローだからあの発言したんでしょう。逆にブラしてますよね。ロー、いや、ダメだ。やっぱ6投票しよう、これ。3から普通に言ってほしいんですけどね。で、5の派の発言とね、てか、狂人1が分かる。無理だ。4が狂人だったのかな、そうなると。さよなら6番ってことで。8って初日だけは狂人っぽかったけど、2日目くらいからだいぶ挽回してきてるのかなと思ってるんでね。8が村であることを信じて、4が狂人で、3級ローなんじゃないかなと思いますけどね。5の。いや、ちょっと。で、かぶせるどうのこうのって。かぶせないといけないんだよ。村に圧倒的に俺が偽を追われてるんだから。
あの俺が死んで、あの村が見てくれてる場面だったら俺はもっと自分の好きなとこ占っていいと思うけど、Qを死んで見てる村なら Q に占いかぶせないと村に情報落ちないじゃんと思うんだけどね。4にかぶせていいんだよ。だからこの場面ができてると思ってるんだけどね。3黒なんです。もう3落としてください。はい、以上です。以上です。よし、6を信じる俺は。決めた。どんな根拠がある。3も大概すぎるから俺は6を信じることにした。信じる人狼とやらをやってみるわ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。強人仕様が入らない。くそ。夜が更けました。人狼に気をつけてください。騎士の方は夜のアクションを行ってください。強人仕様入らない。三強。昨夜は1名の方が亡くなりました。8番9番のプレイヤーが発言します。噛むの？あの5番占って白だったんで6番が黒確定なんですが、まあなんかこの紙からももう分かってほしいですね。僕なら8番さんを噛みません。1番を噛みますね。いやちょっと待って、俺さ投票先を見てうんって思ったんですよ。あの3番が急投票をしてるんですよ。なんか3番にこの幸せ引っ張られたなって僕はずっと思ってますね。なんか三四郎出たんだけどさっきの発言でなんか疲れた。6番釣ってください。はい、以上。1番のプレイヤーが発言します。あ、延長できねえ。いや正直タイマンプレイしちゃったな。絶対紙なんて8に入らないと思ってたから放棄しちゃってるから護衛をね。まあでも両黒出てるわけでしょ。まあとりあえず3が強人で、4六ローか3ロー9ローでどっかに強人いたかでしかないよね。3強人4六ローか3ロー9ロー他どこか強人なので、正直この2択は思った方には入れますけど、PP 発生してないから5は強靭ではないって形でいいと思っていいかな。まあ一応6の発言聞いて決めるけどどうだろうね。正直3は人外だろうと思って投票したから、まあ正直どちらかの盤面でも3は人外だと思うので、まあ一応6級2択悩みます。5番のプレイヤーが発言します。俺は6、4、ローの3強にしか見えてないよ。1番さんがたまたま今日守ってなかったけど、普通は1神すると思うんで、ここでグレー感でもう人な、なんか、ちょっとなんかさせようと考えるのは俺は6番かなって思っちゃってるから、だから俺は6、4、ローの3強しか考えられません。三強人確定でいいよね。髪を見るとね。思うかな。あと本当に別に思ってたら勝ち格だったのになとは思っちゃいますかなと、ちょっと愚痴を垂れてみました。6番のプレイヤーが発言します。八神っていうか九が触れた、なんだろう、踊ったら一カムって逆でしょと思いますからね。俺だったら9が1カムより俺が1カムだがメリットすごく高いと思うから、そういう目線で村は俺がローで神1が8になってるかもしれないけど、
サンキューローローなんで、僕の強靭値は4だと思ってます。8もでも3に入れてるのか。9もなんか3に足引っ張られたって言ってるけど、あれって濁してるんですよね。俺が黒打ってるから3に足引っ張られたって濁してるんで、で自分4に黒見てるんでしょう。じゃあ強靭値とか、サンキューローローもある。初週からね、初週から8、なんなら俺5の強靭まであると思って怖かったよ。で8位は2日目から2週2日目か2週間伸びてると思ったから、8の強靭が一番あるんじゃない、まあまあまあ3日目ぐらいからねないかなと思ったんで、5の強靭まで怖かったから3強4 6ローたかなって、3強ローロー強靭どこか、強があるってことはもう4が強靭やと俺思うけどね、4強の3強ローローでと思うけどね、違うんかな、4 6か3強の2択、3だけは人外なんだけど強労どっちもあるから3番、まあ、1は普通に5を守ってるんでしょうと思いますよ。へえ、じゃあやっぱ6やなやっぱ6やわ、わかりませんが気を言ってください。全プレイヤーの若者よ、結局前日に6つっとけばよかったな、4 6ロー3強人ゲメンド、もしくは4、6、ローを3番嵐とか、まあ足はないかなと思う、4、6、ロー3強フィニッシュ、これで。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは6番終了、3番なの、いや申し訳ね、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 ああ3番強人か、ごめんなさい、3強人ごめんなさいね、いや俺ね本当に9号狼だと思ってた、ごめんなさいごめんなさい、結局6だった。